元老院並びに、ローマ市民、サネタスポップやらスクロマーヌス国の標語、サネタスポップやらスクロマーヌスローマの領域の変遷古代ローマは、イタリア半島中部に位置した、タブ族からなる都市国家から始まり、領土を拡大して、地中海世界の全域を支配する、世界帝国までになった国家の総称である。当時の正式な国語は、元老院並びに、ローマ市民であり、 共和制成立から使用されて、以来滅亡まで体制が変わっても維持された。伝統的には476年のロムルス、アウグストゥルスの体をもって古代ローマの終焉とするのが一般的であるが、ユスティニアヌス一世によってイタリア本土が再構成される554年までを古代ローマに含める場合もある。ローマ氏は帝国の滅亡後も一都市として存続し、 世界帝国ローマの記憶は、以後の思想や制度に様々な形で残り、今日まで影響を与えている。詳細は、王政ローマを三照期元前753年から紀元前509年までロームルスに始まる伝説上の七人の王が治めていた期間。初期の四人の王は、ローマ建設時の中心となったラテン人とサビニ人から選ばれているが、 その後の三人の王は、エトルリア人出身であるとされる。これは、初期のローマにおいて、エトルリア人による多民族支配を受けていたことを示すと考えられている。詳細は、共和制ローマを参照 B c 44年、カエサル統治下の共和制ローマの半と紀元前509年から、紀元前27年まで、ローマがイタリア半島の一都市国家から地中海の全域に、 族衆を持つ訂正になるまでの期間を指す。政治は、元老院と執政官ら政務官を中心として、民会などで、一般ローマ市民の意思も反映されながら、民主的に運営された。ローマ帝国の最大半と詳細は、ローマ帝国を参照初期、編集、プリンキパトゥスも参照いくつか分け方が存在する。アウグストゥスから始まるユリウス・クラウディウス朝から、フラウディウス朝までとするもの。 一、二語検定の時代を加えるもの。二、セウェルス長なども加え、ディオクレティアヌスの即位までを、訂正初期として、訂正全体を二つに分けるもの。二、この区分が比較的多い。中期、編集セウェルス朝から始まり、軍人皇帝時代を経て、ディオクレティアヌス帝が即位するまで、後期、編集、ドミナートス及び、古代末期も参照、ディオクレティアヌスの即位を開始とする。 そのまま西ローマ帝国の滅亡までを、帝政後期としてくくることも多いが、テオドシウス一世の死後に帝国が、東西に分裂した後は、通常は西ローマ帝国、東ローマ帝国として分ける。後期以降の時代は皇帝による先生や、君主崇拝が強められ、先生君主制と呼ばれる。コンスタンティヌス一世のミラノ直令によって、キリスト教が公認され、徐々に、 ローマの支配デオロギーの中の数要な部分を占めるようになっていった。ユスティニアヌス一世時代の東ローマ帝国。青と緑色部分はトライアヌステイ時代のローマ帝国最大半と赤線は東西ローマの分割線西ローマ帝国。編集詳細は西ローマ帝国を参照その滅亡をもってヨーロッパ市では古代と中世との境界とする場合がある。東ローマ帝国。 編集詳細は、東ローマ帝国を参照その滅亡をもって、ヨーロッパ史では中世と近世の境界とする場合がある。1501年出版のウェルギリウスの除実写本、カテゴリー、古代ローマの文筆家も参照。ここでは、特に広く知られ、二次資料としての価値が高く、評価の定まった文献のみを挙げる。パーテルは父を意味するが、16世紀に現れた、不遍主義とは、 性質が異なる。ありがとうございます。